アナトリアン・シェパード・ドッグはトルコ原産の森地区犬種である。カンガール・ドッグと同一視されることも多いが実際には別の犬種である。アナトリアン・シェパード・ドッグの元となる森地区犬はおよそ6000年前から存在していた超古代犬種である。それの名はジョパン・コペギといい、これが分化することによってトルコ西部のアクバ所、中部のカンガール・ドッグ。 東部のカルスドッグが誕生していった。それらの犬種は、おおむね2000年ほどの種としての歴史を持つが、アナトリアンが犬種として確立したのは1900年代と、遅い。カンガールをベースに、カルスやアクバシュなどの先祖を共有するトルコ原産の森畜犬種のほか、モロサスタイプの犬や、ワーキングコリー、白い巨剣に属する犬などが、自然交雑することにより出来上がった犬種である。 トルコではヨーロッパやアジアなどから様々な種類の犬が行き交っていたためにこのような老いたちを持ち森畜犬として優秀な犬種に仕上がった。また羊を狼や泥棒から守る森畜犬としてだけでなくセントハントのための猟犬や軍用犬としても使われトルコの中部で人気が高かった。百六十七年にはトルコに駐在していた米国兵士によって二頭の アナトリアンの子犬が持ち帰られ、これをつがいとして、ブリーディングが行われるようになった。しかし、このことがきっかけで、アナトリアンとカンガールを別の犬種として公認するかどうか、トルコ原産の森地区犬種を米国でどのように公認するかについての問題が発生して、意見が分かれ、米国のケネルクラブのメンバーなどの間で、激しい論争が始まることになった。はじめのうちなど、 アナトリアンの公認、トルコ原産の犬種の分類以外についても多くの問題があり全く意見がまとまらなかったが、数ヶ月かけて一つずつ問題を解消し、なんとかこの二つの問題の討論を行うところにたどり着いた。アナトリアンとカンガールを別の犬種として公認するかどうかについての論争には長い時間を要した。国際的には半殺しの状態で決着がついていないが、 アメリカでは、なんとか決着がつけられた。この問題は米国に持ち帰られた初めのつがいから、生まれた血筋の子犬たちに、現地から再輸入した犬だけでなく、カンガールも遺伝子プールの改善に使われたことにより、犬種として固定された、アナトリアンが、カンガールと大差のない犬種として仕上がってしまった、ことにより起きた論争である。現在アメリカンケネルクラブでは、 アナトリアンとカンガールを別の犬種として公認することで落ち着いているが、フシーにはこの2犬種が同一犬種として公認され、同一視されてしまうという結果となった。しかし、アナトリアンとカンガールはそれぞれ別の愛好家がおり、アナトリアンは米国トルコで作業犬として、カンガールは原産地トルコでは作業犬としてだけでなく、国宝としても扱われている。それぞれの愛好家は、 フシーにアナトリアンとカンガールを個別の犬種として認めるように働きかけているが、未だ進展はない。なお、後者のトルコ原産の森地区犬種を米国でどのように公認するかという討論は、上記の問題に絡んで、アクバシュ、カルス、カンガール、アナトリアンをアメリカで公認犬種として登録するにあたっての問題で、これについては、最終的に1、これら4犬種を 原種であるジョパンコペキとしてまとめて、公認4犬種はそれぞれこの中のタイプとして、分類にこれら4犬種をそれぞれ個別に公認という2つの意見に絞られた。こちらは現地調査の結果はじめの討論よりも早く結論が出され、分布状況、生存等数、血統の管理状況などから2の意見が採用されることになり、決着がついた。現在もアナトリアンは作業権、 小ドッグとして人気の高い犬種で、一部はペットとしても飼われている。公認、非公認にかかわらず、根強い愛好家を持つ犬種の一つである。日本にも愛好家がいて、個人経由で子犬を輸入する人もいる。ただし、この犬は国内で生まれたわけではないので、国内登録等数にはカウントされていない。生後7ヶ月のアナトリアンシェパードドッグカンガールに、 比べると、よりサイズが大きく、走るスピードはやや劣るが、力の強さは、こちらの方が上であると言われている。筋骨隆々で骨太で、たくましい体つきをしており、マズルは短めで顎の力も強い。足は、長く、太い。耳は垂れ耳、尾は、ふさふさした垂れ尾で、コートは、ショートコート。毛色は、ウィートンや、ホーンなどで、 マズルや耳などが黒いブラックマスクを合わせ持つ。体高81センチメートル前後、体重65キログラム前後の大型犬で、性格は知的で忠実、洞察力に優れ勇敢で警戒心、防衛本能が強い。しつけの飲み込みや状況判断力は、他のマスティフ種の犬に比べると良い方で、主人に危害を及ぼしそうにないと判断した人や、犬とは仲良くすることもできる。 ただし、小さな子供や猫などといった、アナトリアン側から見て予想外の行動を取りやすい、人や動物には強い警戒心を抱き、場合によってはびっくりして攻撃してしまうこともあるので、注意が必要である。飼うには、万が一の事故を防ぐため、しっかりとした訓練が必要である。運動量は、やや多めだが、体重が重く腰に負担がかかりやすいため、激しい運動はあまりできない。 気質の通り顎の力が強いため、おもちゃは、豚の骨や、ハードゴム、ロープなどでできたものを与えることが推薦される。通常のおもちゃでは飽きたらず、家具やリモコンなどを噛んで壊してしまうといった事故も、実際に起こっているので注意が必要である。かかりやすい病気は、大型犬でありがちな股関節形成不全症である。ありがとうございます。